じゃん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 。どうも、海賊王に俺はなる。どうも、相川一郎です。今年はいろいろ大変な年ですけども、それを乗り越え、海賊王になる。海賊王になる。メガネコンタクト、サロクリプラスさんにやってまいりました。こちらでございます。私がいつもメガネお世話になっております。今年2024年モデル、相川翔さんの、行ってみましょう。チャチャチャララチャチャチャラチャチャーンチャチャンチャ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 ン。どうも、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。2024年やってまいりましたが、私の抱負を毎年いただいてますけど、よろしくお願いします。ご活躍で。いやいや、もうありがとうございます。本日は、はい、どういたしましょうか。新しいメガネを入ったという連絡をいただきまして、はい、はい、で社長の抱負はないですか。社長、はい、社長、社長の今年のたつ年の龍、小龍ですけども、何か。いや、じっくりと腰を据えて、はい、いろいろ女性問題が浮上してますけども、大丈夫ですか。やっぱりドキでもその能力はないですから大丈夫です。大丈夫ですか。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう早い、どうぞ。早くないですか、メガネ。いやいやいや、今年。いやいや、これこれが、はい、一番旬ですから。じゃあちょっとかけさせてみます。結構翔さんは最近白とかじゃなくてね、はい、落ち着いた感じで黒をかけてらっしゃるんで、はい、こういう黒を、これまた黒じゃないんでね、翔、はい、さんの仲間に会うと、はい、仲間の方たちがそれちょっと違うんじゃないと。ちょっとかけさせていただきます。どうもいけんしょ、よろしく。どんな感じですか、うん、あ、いいですね。じゃあこれで決定でお願いします。そよ、決定でこれで終了でございます。ありがとう。早いな、これ。これでもいいっすね、これ。他のラインナップもいろいろ、多分翔さん好きな方、まあ来たらにね、いらっしゃる仲間の方も結構これかけて来られるんでね、新作とか探してる方はこの上野御徒町369プラスで斉藤社長をめがけて来ていただけると、本当によくしていただけますんで、ぜひ。今年は割とここのレンズ幅が大きいんです。今まではちょっと小さいんですよ。 0.5 ミリぐらい下に来てます。だから遠近とかも使いやすい年齢の方、こうしたレンズ変えて使える。今まではちょっとね、こうレンズが細かったんで遠近も入れにくかったのかな。よろしく。これもいいね。トゥディースって感じもするけどね。幅はあれだからね。どっちもできるよね、これ、うんうん。でも下枠があるとやっぱりちょっと違うんだね、うん。下があるのが似合う人と、まあビジネスモデルで割とキリッとするんで、サラリーマンスーツとかビジネススーツにはこういうのが似合うと思います。うん、不動産関係とかね。どうでしょうか。サイドの、そう、サイドはこうサムライショーのマークで、ポイントは全部翔さんのメガネはここにカブトムシの刻印がされてます。見える、見えるかな。なるほど。そうそうそう、だから似てる形でも、ここの大体俺はここのマークが入ってるか入ってないかで翔さんの分別つきますね、はいはい、これかっこいいじゃないですか。かっこいいですね、うん、で次はここね、うん、このポ、そうそう、うん、もうやっぱり何でも似合いますね。似合いますか。だから元々メガネはそんなに似合わなかったんですけど、最近かけてるからね。で微妙にこれ円形かと思うと、これちゃんと角がほらおしゃれに、これはあれじゃないですかね、ちょっと水谷豊さんっぽい感じで。あらららら、あらららららら、先生元気してたか。水谷です。そんな感じね。そんな感じですか。うん、危ない危ない危ない、いい感じよお前。
この時代に暴力は良くないです。こういう感じ。藤森さんですね。センキュー。どうしてもね。チュイース。これは水飴屋さんみたいな感じ。水飴屋さん、うれ、ん、そうだよね、うん、いろんなのもうありすぎてこれ迷っちゃうぐらいですよね。女性の方用にもね、すごい種類ある。うん、20代の時30年前とか流行ったやつ、こういう、うん、昭和、うん、こういうの流行ってるの今ね、もう昭和だよね、うん、エロ本の主人公でこういう人いましたよねこれエロ本の、はい、いたなんか、はい、最近社長こういうメガネも出ますよね、ちょっと昔の、はい、やっぱりね、そう、また戻ってきてる、戻ってきてるんだね、うん、いわゆる循環してるからね。そうですね、前もう20年とか30年前これが主流でしたよね、うん、あらやだあら本当に来ちゃったのよ今日。ファンデーション塗らずに来ちゃったの、松坂へ行かなきゃ、来ちゃったのよ本当に、まあ、日焼け止め忘れたわ本当にね、帰らなきゃ。すごい安くない？それ3000円ですよこれ。3000円。安い。だから369の由来は3000、6000、9000円があるっていう、ね、あ、なるほど、うん、だから369っていう。鶴太郎さんおしゃれですからね。鶴太郎さんがインスタで、うん、結構あげているメガネとかはここで。そうですね、ほとんど違う、全部そうなんじゃないですかね。全部メンテナンスとかもされてるっていうお話ですから、今までのね。だからこういう感じで、ね、すごいね、スルトラソンの、まあ、大人のダンディーな感じじゃないですかね。そんなにこう鋭角になってないですよね、ちょっと落ちてて優しい感じで。でも肩が鶴太郎です。マッチでーす。なんかフミヤさんが描けそうな感じですね。遠ざかる、ね。ちょっと浜田翔吾さん。君の語り悲しみがいいね。雪のようにいつも誰を、あ、うるせえね、すいません。すごい数だからね。で結構迷うじゃないですか、女性の方もいらっしゃって。で大体社長が選んでくれるパターンもあるんで、もういろんな多分コンピューターの頭の中に社長が入って、こういうお顔にはこういうのがいいとかね。うん、ジョン・レノンなんかすごいよね。この辺ですね、うん、ジョン・レノン、これが、ああ、ジョン・レノン、若い子にはこういった、こういう若い子はこういう、うん、かけてみますか、うん、ラッタ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 ッ、これをミラクルからずらして、ずらしてますよね、こう、そうそうそう、ああ、なるほどね、わざとね、うん、おしゃれにね、うん、確かに高校生とか、はあ、高校生この値段だったら買えるよ、ああ6000円、そう、安いよね、フレームしっかりしてて。じゃあ今日はどれにしようかなということで用意されております。もうすでに用意されております。もう決定なんです、ね、最初からもう用意されてました。決定でした。何の1ミリも今日は迷いもなく、これ決定です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうです、はい、まっすぐ正面の目を大きく開けて、はい、そのままですね、見ててください、そのままでお願いします。はい、行く通りに、いいです、ね、はい、今度ここは、はい、トクケリ、トクケリ、はい、この辺は二刀ケク、いいですね、最後これは勝俣。どうしました、不動産メガネ、こう
あれ？あれ？これこのまま置いとくんですか？勝手に。どんどん増えていってる。侍肖像。多分肖像来たら。何これ？あいつは本当バカにしてるよな。今日は知れとこのまま帰るんですよね。うん、もちろん。社長が後で撤収。あ、捨てとけ。そうですね、もうちょっと。はい。はい。はい、失礼しますね。はい。ねえ、ありがとうございました。はい。じゃあ、どうもありがとうございました。はい、お願いします。どうもありがとうございました。ということで、ね、今年のメガネも決まりまして送っていただきます。本当に今年はそうですね、強くやっぱり行きたいですね。あとこの間ちょっとあのスーパーで買い物してたらおばちゃんが100円得した、うん、お寿司俺教えてあげて、こっちの方が安いよって教えてあげたら、いや最近本当に悪いことばっかりで、本当に今日良いことあったって、その100円得したおばあちゃんがね、俺にあなたのおかげよって言ってくれたんです。やっぱりそういう人のために俺たちはね、モノマネやったり笑いやったりするんじゃないですか。別にいい格好するためじゃなくて、うん、だから頑張りたいですねと思いましたよ今年は。社長もお付き合いいただきました。ありがとうございます。